なたたち知っていますか？サルバの町で相当の竜の化け物が出現したそうですよ。サルバの町？ああそうじゃ、前々から竜を見たという人はおったんじゃが、どうやらただの噂ではなかったようじゃな。アレンの次は何なの？アレンって誰ですの？詳しいことは分かりませんか？竜を倒せる人を探しているようですよ。でもその話を聞いてサルバに出かけた戦士が多かったから、もう解決しているかもしれませんね。なんだろう、少し気になるな。まあサルバ行動には近寄らない方がいい。どうせお前さんたちには倒せないじゃろ。わしがあと10年若ければサルバの竜なんてイチコロなんじゃがの。お前たち、行動内は立ち入り禁止だぞ。僕たちは竜を倒しに来たんですけど。お前たちがか？冗談だろ。冗談じゃありません。私たち、まあ誰でもチャレンジする権利はあるんだけどな。やばいと思ったら帰ってくるんだぞ。さあ竜を倒しに行きましょう。そうだ、今行動に入っている選手が一人いたんだ。協力するのはいいが邪魔はしないようにな。もしかしたらリアスかしら。そんな、この先は竜の巣なんだよな。気をつけていきましょう。ああ、今の人は誰だろう。きっと竜を倒しに来た人ね。そういえば入り口の人が協力しろって言ってたっけ。誰かいるぞ。
どうやら一足遅かったようだな。なんとか助けられないかしら。でもみんなで戦うにはせ。じゃあ黙って見ていましょう。でもせめて応援くらいしてあげましょうよ。そうだな。頑張ってください。ほらもっと腰を落として。悪いんだけどもうちょっと静かに。すごい光だったわね。目がくらみそうよ。あれ？あの人はどこ？それに、竜もいないわ。竜はどこだ？君たち、竜はどこに行ったか知らない？ねえってば。背中に。え？ヤフフーン！ふぎゃふぎゃ。ですね、命が助かって。全然良くないよ。この背中の竜は何なの？さあ何でしょうか。どう考えたってさっきまで僕が戦っていた竜じゃないか。なんで背中に取り付いているんだよ。と僕に言われても。君たちが後ろで騒いでいたからこんなことになっちゃったんじゃないか。もう少しで倒せるところだったんだぞ。すみません。責任は取ってくれるんだろうね。え？僕を傷物にした責任は取ってくれるんだろうね。どうすればいいんですか？当然この竜を払い落とす方法を一緒に探してもらうんだよ。当たり前だよ。こんな竜を背負っていたら僕の人生が台無しになっちゃうじゃないか。わかりました。責任は取ります。本当かい？だって僕たちにも少しは責任があるわけですから。そこのところを分かってくれているなら問題はないんだ。早速払い落とす方法を探しに行こう。そうですね。そういえばまだ名前を言ってなかったね。僕はアシュトン、アシュトン・アンカースだよ。よろしく。よろしく。それで竜を払い落とす方法はどうやったらわかるんだい？僕にもわからないんだけど。なんだよ。ギャギャフフーン。なんだって？お前たちにわかるもんかい。ムカつくなこいつら。でも可愛げがあるじゃない。そうかな。こっちの子は瞳がギョロッとしていて可愛いし、こっちの子は瞳がうるうるしていて可愛いわよ。レナ、そういう問題ではないように思うけど。
ねえ、名前をつけてもいいかしら。こいつらに？だって旅の仲間じゃないの。そうだけど。そうだな。そうだわ。瞳のうるうるしている方がうるるんで、ギョロっとしている方がギョロね。安易だな。なんか言った？いえ、何も。それで僕はどうしたらいいと思う？だったら本で調べる。本？ええ、本のたくさんあるところなら何かヒントが見つかるかもしれないでしょ。そうか。でもマーズの長老様のところに。そうか、あそこ。クロード、助けてよ。どうしたんだい、アシトン。ギョロとウルルンが喧嘩してるんだ。どうしたの？ギョロとウルルンのどっちが強いかって。クロード、なんとか言ってやってくれよ。二人とも強いよ。ギャフフギャフ。そんな子供を騙すような答えじゃ納得できないって。だいたい二十歳に満たないガキが自分たちを子供扱いするのは全くもって許せない。なら二人して子供みたいな喧嘩しないこと。アシュフアホー。ありがとうクロード。みんな仲良くしなくちゃダメだよ。3人揃ってアシュトンじゃないか。そうだ。行くわよ。やりましたわね。あった、これだ。取り憑かれし魔物の種に降りて慎重に選ぶべし。僕は竜だよ。魔物竜に取り憑かれし者、空を舞う王者の涙を聖なる銀の杯に受けよ。それで涙を受ける銀の杯はどこにあるの？銀の杯が眠るは静かなる水面に抱かれ。水面って海かな、それとも湖？湖って言ったらクロス大陸の北西にあるコルコのことじゃないかな。でも母なる体内っていうところがよくわからないな。
きっと山岳宮殿のことじゃないかしら。コルコのところにあるし。王者の涙を持ちし者は険しき山頂に立ち、誇らかに勝負を挑む。空を舞う王者の涙でしたら、クロスの西に魔鳥の住み着くといわれるラスガス山脈がありましたよ。空の王者より勝利を得しとき、それからどうするの？魔物竜が生まれし場所に戻りて、銀の杯に注がれし王者の涙を口に含み、それで僕は自由になれるんだね。激しき苦しみの方向とともに、魔物竜はこの世より消滅せん。ギョロとウルルン死んじゃうの？そこまでする必要がありますの？それじゃあ僕はどうなってもいいっていうの？そういうわけじゃないんだけど。それじゃああまりにも残酷すぎるのではありませんこと？あっちゃー、結局は可愛い方の味方なんだな。ギャフフフ。かわいそう、こんなに可愛いのに。なんてやつだ、泣き落とし作戦に出ているぞ。いや、しょうがないんじゃないのかな。あのさ、やっと見つけた払い落としの方法なんだ。僕は絶対にやり抜くぞ。じゃあ手始めに銀の杯を取りに山岳宮殿に向かおう。それギョロとウルルンがかわいそう。ギョロとウルルンのいないアシトンなんて。なんだよみんなして、僕はかわいそうじゃないの？山岳宮殿はクロス大陸の北西にあるんだったな。王様にお願いがありましてやってまいりました。なんだね、実は山岳宮殿に入ることを許可していただきたいのです。どういうことかね。この背中の竜を払い落とすため、山岳宮殿に銀の杯を取りに行かなければならないのです。そういうことなら仕方あるまい。山岳宮殿に入ることを許可しよう。だが山岳宮殿には恐ろしい魔物が住むと聞いておる。くれぐれも気をつけてな。餞別です、どうぞ。王様、ありがとうございます。
やれやれ。意外に弱かった。ほっ、よかった。危ない危ない、やりましたね。よし、終わったね。甘すぎです。お、嬉しい。意外とあっけなく見つかったな。これで僕の背中が軽くなる日も一歩近づいたわけだ。ギャフフー。ギョロとウルルンの前でそれはないんじゃないですの。なんだよ、じゃあ僕の悲しみは分かってくれないっていうのかい。まあまあ、これでアシュトンが幸せになる日が近づいたんだから。やっぱり簡単には手に入らない。僕らの勝ちだ。甘い甘い。よかった。どうでよかった。考えたら
自分の都合でモンスターを倒しているんだよ。今のモンスターから見れば私たちの方が侵入者で悪者。なあギョロ、ウルルン、お前ヤフフン、よくわからないって鳥なんだ。アシュトンのことを一番わかっているのはギョロと。なんでそうなるわけ。まあまあアシト、次は王者の涙を探す。そうだね、不幸とさよならして。次は王者の涙だよな。払い落としの書には山頂に。この辺で山頂って言ったらクロスの西にあるラスガス山脈しか知らないわ。きっとそこに違いない。頑張ればなんとか登れそうだな。本当にここでいいのか。王者の涙を持ってる鳥がいるはずなんだけどな。何この鳥は。久しぶりだなジーネ。アシュトン、いつの間に人間なんぞに取り付くほど落ちぶれたんだ。時は変わった。生きるためには手段を選ばない時もある。アシュトンじゃない、ギョロとウルルンが喋っているんだ。そんなひ弱な姿本来の力は出せまい。まあ本来の力を全て出せた。それはどうかな。取り付いたことで頭までおかしく。まあいいだろう。手ごわそうです。まずいな。まあまあこんなもんだね。やった、よかった、やったぞ。
魔物竜が人間と共にあるとはな。我々はいつも孤独だった。こうやって共にある心地よさを感じたのは初。私もお前のようにありたいと願うが不可能だろうな。さらばだ。行くぞ二人とも、あのでっかい鳥をやっつく。あれ、さっきの鳥はどこに行っちゃったの？ジーネって本当はギョロとウルルンが羨ましかったんじゃない？そうだな。この涙はジーネが流した本当の涙かもな。え？え？何のこと？よくわからないよ。なあアシュトン、本当にギョロとウルルンを払い落とすつもりなのか？そうだよ。そのためにここまで来たんじゃないか。じゃあサルバ行動に向かおう。魔物竜、ギョロたちが生まれた場所でしか儀式。さあアシュトン、聖杯と魔鳥の涙が揃ったよ。我今ここに。ヤホウルルン、我が身に受けし悪しき呪いを正常な光の中にさらさん。ヤフフ、ギョロ、浄化の神に誓わん、呪われし我が身を清き聖水で改めることを。ギャフフ、ギョロ、ウルル、僕だってできないよ。そんなことを嫌ってほど分かってたさ。でもみんなと一緒にいるにはこれしかなかった。僕がみんなと一緒にいる理由はこれしかなかったんだ。本当はギョロとウルルンとも一緒に過ごすうちだんだん離れたくなくなってきて。アシュトン、不安だったんだよ。一緒にいる理由を改めて聞くのが怖かったんだ。僕が責任取れなんて言ったから、いやいや仲間になっているんじゃないかって。もしもそうでしたら、とっくに見捨てていますわよ。みんな。ギャフー、ギャフフー、ギョロ、ウルルン。さあ、これからもみんなで仲良くやっていきましょう。ほら、アシュトン。これからも、ギョロ、ウルルン、ともども。ああ、こっちこそよろしくな。